おはようございます。和がんせの影山やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオをやっていきたいと思います。えー、先日ですね、ケンタッキーフライドチキンに買いに行ってですね、それで久々にこう食べて、まあ、ケンタッキーやっぱうまいな。 ということと、あのー、ケンタッキーの人のしゅあのー、接客が良かったんでね、えー、来週あその次の週もね、えー、ケンタッキーを買いに行きました。まあ、あのー、接客が良かったから買いに行ったっていうのも。まあそれはそうなんですけど、それでもね。ちょっと次の週に行ったっていうのはちょっとね。あのー、家族がね、えー、ケンタッキーが食べたいということをこう言ったんで、そしたらまああのー、買いに行こうかということで。こう買いに。に んですねであのー、ケンタッキーに昔なんですけどもあのー、フィッシュなんかフィッシュのねこう白身魚のフライフィッシュフライって名前のちょっと忘れましたけどほんでタルタルソースがついててですねすごく僕の好きなね、えー、フィッシュの、えー、ケンタッキーのその商品があったんですけどもあれ食べたいなと思ってほんで。 えーまあ、家族もそれを食べたいなっていう懐かしいなっていう話をしててそしたらちょっと聞いてみようと思ってこう行って聞いてみたらですねその店員さんが結構若い人でそのフィッシュのケンタッキーにフィッシュのそういう商品があることをこう多分知らないんちゃうかなと思うんですけども、えー、とフィッシュバーガーやってありますって言われたんですね。 フィッシュバーガーが食べたいわけじゃなかったんで、その、いや、フィッシュのあの、こう、フライのって言ってたんですけども、ちょっとこう、わからない。じゃそれはそうですよね。自分が知らんかったらね、そういう商品があるのを知らなかったら、そう、わからないんでですね。で、一応メニューいろいろ見てみたんですけども、結局、こう、なくなっているということで、ないんですね。で、ケンタッキーのフィッシュ、なくなってるやん とかちょっとこう思ったんですけどもとっくになくなってたんでしょうねなんかあの唐揚げみたいななんかあのやつはありますよね、えー、名前ちょっと忘れましたけどあるんですけどもそれとまあケンタッキーのねフライドチキンとその鶏肉のえまあ唐揚げじゃないんやけどその。 あれなんてクリスピーっていうんかななんかそういうのがありますよね。で、それでだけやって、ちょっと残念やなと思って、あれ復活してほしいなっていう、ちょっと僕の中の気持ちがありますね。アロフィッシュ結構好きやった人結構いるんちゃうかな う,ーんまあ、うちの例えば母親もそうですし僕もそうですし他ケンタッキー好きやった人は、まあ、もちろんねケンタッキーフライドチキンの美味しさもあるんですけどもあのフィッシュのフライのねあれもね結構こうファンいたと思うんですよねなぜやめられたんでしょうかやっぱりちょっとこうなんか高くなった たんでしょうかそれともいや人気がなかったとは思えないですねあれはうまいですよねであのタルタルソースをこうガーッとかけてです食べるあのフィッシュがこう何とも美味しいなというところでで僕基本的にその白身魚のフライとかね、えー、そういうのが好きなんですねでそういうのがあるとも買っちゃう 感じですねお惣菜とかでこう売ってると買ってしまうぐらい好きなんですけども、うん、その中でも僕の印象に残ってるああでも考えたらあれって自分が学生の頃に食べてたぐらいかなその。 二十、まあ、歳超えてからそういえばケンタッキーにそんなに行ってなかったたまに食べたくなったことはあってたかったんでしょうけどあまりそういえば記憶ないですねで小学校の頃はこうフィッシュがこうあったのはこう覚えてるんですねうんでその頃はこうおいしいなと思ってこう食べててでケンタッキーもですねあのー、自分の近所で言うとですね え今はこう石山のねえこう平和道の近くにあるんですけどもえそれ以前はねちょっとこう駐車場で言うとちょっと止めにくい場所にあるケンタッキーの場所があってえーガストですかねえガストがあるえ近くガストよりも,もっとこう信号寄りによっていったもう信号の角みたいなとこにあって。 あ,るんあったんですね。で,なんであんなとこにこうケンタッキーがあったのかちょっと今考えると不思議なんですけどもその場所にあって、うん、なんかこう、えー、父親がねこう車でこう買いに行ってくれたようなそんな記憶がこうおぼろげながらにこう思い出してますけども思い出されますけども、うん、まあまああのー、ちょっとフィッシュはだからないんでしょうね。 あれ、ぜひ、こう、復活してほしいなぁとか思いますね。うん。例えば、ケンタッキーじゃない、あの、マクドナルドで言うとね、僕は、あの、やっぱチキンタツタですね。チキンタツタがこう好きで、うん、あれはうまいなぁと思うんです。あと、フィッシュバーガーも、あ、だから、ケンタッキー。<笑><笑>すいません。ちょっとくしゃみが。えー、マクドナルドもね、やっぱフィッシュが好きですね。ほんで、 えー、例えばモスバーガーでもフィッシュが好きやったりだからあのフィッシュのあのフィッシュバーガーというかフィッシュのあの白身魚のフライが好きなんでしょうねうん僕がね今こう喋りながらちょっと思いましたということでねまあまあちょっと残念ではあるんですけどもねうんケンタッキーのフィッシュってなくなってるやんということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます